大丈夫だった？よかった。ねえ。
よし。 よし。
行きましょう。
そうだな。そうだな。そうだな。行き止まりだ。場所が違うのかな。本当だ。変な岩があるだけね。おかしいですわね。地図だとこの先に宝の部屋があることになってますわ。もしかして偽物？そんなはずは。ところでレナさん。はい。レナさんって回復の呪文が使えますわよね。それはどうすればできるのかしら。そう、私もよくわからないんです。いつの間にか使えるようになっていたから。紋章術には回復の紋章なんてありませんし。へえ、そうなんだ。はあ、高い地図でしたのに。他の道を探してみます？ふう、そうですわね。セリーヌさん、その前にちょっと僕にも地図を見せてくれませんか？ここに小さく何か書いてありませんか？呪文がどうだとか。本当ですわ。かすれて読みづらいですけど、確かに何か書いてありますわ。その通りやればいいのかな。
とりあえずやってみますわね。通路が。やりましたわね。行ってみましょう。やりましたわね。よかった。なんとかなるかな。戦うしかなさそうです。キリハグラン。
し。やりました。見つけましたわね。これですか？何なの一体。これ古文書だよね。全然読めない。ダメですわ。私にも全く読めない。私の故郷に戻って長老にでも聞くしかなさそうですわ。あるいは言語学者に頼むしかなさそうだな。そうですわね。あなたたちのおかげで助かりましたわ。お礼を申し上げますわね。そんな、いいですよ。結局、ソーサリーグローブに関する手がかりは見つからなかったけどな。あら、ソーサリーグローブのことを調べていたんですの？ええ、そのつもりでエル大陸に渡ろうと思っていたんです。そうだ、セリーヌさんも僕たちと一緒に行きませんか？クロード？いや、セリーヌさんの紋章術があると心強いなって思っただけで。そうね、考えてもいいですわよ。本当に？ええ、彼女さえ良ければですけれど。もちろんレナだって賛成しますよ。ぜひ仲間になってください。いいよなレナ。
じゃあしばらくお供させていただこうかしら。よし、最初の予定通りクリクに向かって出発しよう。よし。Thank you.
よし。よし。よし。あれは。
何してるの？あ、クロード、結構いいアクセサリーが売っているのよ。この店露店にしておくのがもったいないわ。そうだね、綺麗なアクセサリーが多いね。今日は露店が出ていてラッキーだったわ。当たり前だ、俺が採掘したアクセサリーは天下一だ。どこを探してもこんないいものはない。なぜかって、俺はアクセサリー細工の天才だからな。これがなきゃね。
よし。よし。
Thank you.
まさか。